はいどうも、アシレオイチャンネルです。皆さん、今日はですね、1月の1日夜11時今、タグチスポーツさんに来ております。今日は、いつもお世話になってるんで、ちょっとグローブを一つ買おうかなと思って、ちょっと店内を見せてもらいます。じゃあ行きましょう。よーす。はい、はい、よーす。こんにちは。グローブ見せてもらってもいいですか。どうぞ。どうぞどうぞ。なんや、やろや。カメラ止め。ちょっと自分は今回軟式用の内野手グローブをちょっと見ていきます。で、見たところここが多分少年野球ですね。少年軟式用のグローブで、多分この辺から中学大人ということで、自分らが使うグローブですね。で、ちょっと最近気になっているのがザナックスがこれとか、これとか使ったことないんですよ、ザナックス。で、これがすごいなんかセカンド向きっていうか、ちっちゃくてなんか手のひら補給がしやすいかなって感じなんで、ちょっとこれを今気になってます。あとはですね、以前動画で紹介した、ドナイヤですね。この辺とかドナイヤがありまして、こっちはもう本当に全部スラッガーですね。クォータースラッガー、スラッガーかなり数がありますね。で、この辺に実際に片付けがしてあるサンプルグローブっていうのがありまして、例えばこのスラッガーの T1 とかこういう感じで片付けをしてほしいっていう場合は、このままこんな感じでお願いしますって頼む感じですね。あと大きさもたくさんこう種類があって選びやすいと思います。ちょっと小さめのグローブがいいって人はこういう、二遊間とかで使える 25PS ってやつですかね。これの場合本当に小さくてこう使いやすいですね。逆に、大きいのがいいっていう人は、ちょっとこれとか大きいと思うんですけど 24PS とか、ちょっとこれでかいですね。ソフトから軟式サードってことで少しやっぱ大きいですね。深いグラブでキャッチしたい方とか、ちょっとこれの場合は大きいんですけど、そんな感じで、たくさんスラッガーの中でも種類があるんで、いいかなと思うんですけど、ちょっと今回は自分はさっき紹介したザラックス、これがちょっと一番自分の中で大きさも好きなんですよね。自分結構やっぱり、浅く使いたい、広く使いたいんで、多分片付け、これまで硬いんですけど、片付けしていくときは手のひらを出して広く使っていくんで、これなんか結構大きさ的にもいいんじゃないかなと思います。でシンプルで非常にかっこいいですね。この黒に赤ステッチでタンの紐、マークもなんかちょっと昔と変わって、ここが少し変わりましたね。これ結構いいと思うんですよ。で、もしあと純慶とかもあるんですけど、純慶もあんま使ったことなくて、これとか公式やってたら使ってたかもしれないですね。ちょっとこういう革質がめっちゃいいんですけど、どうですかこれ、張りが。そうですね、張りがすごいですね。張りやばいですね。こっから見てもツヤが分かりますし。ですよね。そうですね。公式やってたらこういうの使ってましたね、多分。そうですね。あとは十字もありますね。十字のウェブ、これも補給面やばくないですか。これツヤツヤですね。これやばいですよ。光の加減もあるんかと思うんですけど、この距離なんで、これめっちゃかっこいいですね。そうですね、顔も綺麗し、綺麗ですね。あとは公式用のスラッガーもこっちあります。ちょっと今回は自分が一番気になった、このザナックスのセカンドショート用というこのグローブをちょっと今回購入させてもらって、今後、片付けとか、実戦でノックとかキャッチボールで使っていこうと思います。非常に小さいグローブなんで、使いやすいと思うんですよ。多分セカンドやることが多いんで、このグローブをちょっと今後試していこうかなと思います。はい、というわけで、時間も遅いんですけど、ちょっと今日はタグチスポーツさんのグローブコーナーで軟式用グローブを購入します。今後は片付け、そしてノック、キャッチボール出していくんで、楽しみに待っててください。それでは、チャンネル登録、ツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。では、あーいしょ。はい、というわけで今月のプレゼント企画です。まずはザナックスの軟式外野用グローブ、こちらレッドのグローブでして、ゴリスポが片付けをして1名様にプレゼントします。外野用兼投手用と書いてありましたね。
はい、続いてこちらアシックスの板グローブです。こちら内野手の持ち替えの速さを上げるためのグローブとなっております。こちら、オフトレにぜひ皆さん使ってみてください。1名様にプレゼントします。最後はこちら、ザナックスのスリーウェイハンマープラスハトキヤマのリキッドオイルになりますのセットです。片付けセットとして、グローブの片付けを皆さんぜひやってみてください。チャンネル登録&コメントで応募可能です。たくさんのご応募お待ちしております。ありやした、ありやした、ありやした今日。